はい、今日の一品です。今日は朝ごはんにうどんを作ったので、その出汁を使って、そしてすき焼きの残りの肉ですね、これでお弁当用に、寒いので肉水を作っておきます。椎茸も食べ応えがあるようにドーンと半分に切って煮込んでおきます。これで一品完成です。冷蔵庫にはおかずがなかったので、ソーセージですね、これを半分にまず切って、ちょっと深めに切り込みを入れていきます。はい、フライパンにちょっと水を敷いてボイルしながら焼いていくと、パカッと開きますね。海苔を重ねて、4枚重ねて丸く切っていきます。ちょっと映ってませんね。そしてくるっと回しながら細く切っていくと、洗ったような眉毛をたくさん一気に作っていきます。そしてパカッと開いた口の上に目を細めて爆笑している目を作っていきます。くっつきにくい場合はマヨネーズをちょっと塗って貼り付けていきましょう。肉はなかったのでカッターで修正します。長さも調整して同じ作業を繰り返していきます。マヨネーズを塗って貼り付けやすく、作業効率を上げていきます。はい、爆笑ソーセージの完成です。爆笑ソーセージと肉水、あとは刻み海苔をのマヨネーズが少し入ったお皿に移して、かつお節ですね、
これに醤油をかけて、あとはご飯にのせるだけです。真ん中に穴を開けて、先ほどの爆笑ソーセージを入れていきます。はい、これで今日の弁当は簡単に完成です。一度沸騰させて肉水を詰めていきます。最後に肉で蓋をして、周りを拭いてからさっと蓋をします。はい、爆笑ソーセージと肉水弁当、お弁当にどうぞ。あとは逆再生をお楽しみください。